ようございます、星野瑠璃です。2019年天皇賞春の予想ということで、平成最後の G1 レースで4歳馬が上位人気を独占しそうです。ただ4歳馬は古馬 G1 実績がある馬がいないというどころか、一頭も古馬混合 G1 に出走したことがない馬となっています。一級戦の古馬とは戦っていないということなので、4歳馬同士で決着するとも思えません。ただ今年の4歳世代は重賞も G1 も勝ちまくっているので、やはり注目は4歳馬となります。4歳勢の中に割って入ることのできる5歳以上の馬がどの馬なのかというのを見極めるのがポイントとなりそうです。まずはデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、前年の宝塚記念出走馬。前年の宝塚記念出走馬が狙い目となっています。2008年から出走機会は毎年馬券に絡んでいます。今年の該当馬はパフォーマープロミスだけとなっています。1頭しかいませんので、パフォーマープロミスは必ず馬券に組み込んだ方がいいと思われます。続いてデータその2、前年の天皇賞春出走馬。前年の天皇賞春出走馬は過去10年中8年で馬券に絡んでいます。特に掲示板に入ったような馬に注目です。今年の出走馬で前年の天皇賞春に出走していた馬はクリンチャーとチェスナットコートの2頭となっています。続いてデータその3、4歳馬。過去10年で馬券に絡んだ4歳馬の一覧がこちらとなっています。過去10年で9頭が馬券に絡んでいますが、9頭中7頭は G1 で3着以内の実績がある馬でした。今年出走する4歳馬はエタリオ、グローリーウェイズ、フィエールマン、名勝鉄痕、ユーキャンスマイルの5頭なんですが、このうちグローリーウェイズと名勝鉄痕は G1 実績がありません。エタリオ、フィエールマン、ユーキャンスマイルがまあ狙い目となります。続いてデータその4、人気の4歳馬ということで、こちらのデータ、先ほどのデータのように4歳馬は馬券に絡んではいますが、人気になった4歳馬が人気を裏切るというケースも多いです。今年は4歳馬が上位人気を独占しそうですが、近年の天皇賞春は4歳馬が上位を独占したケースがありませんし、人気の4歳馬がこけているというケース、まあ、データもあるので、4歳馬中心の馬券、4歳馬のみの馬券というのは考えない方が良さそうです。人気になった4歳馬がこけてしまう理由としては、やはり斤量58キロというのが影響しているのかなと思われます。続いてデータその5、前走1着馬。過去20年で見ても前走1着馬が馬券に絡まなかったのは2012年の1度のみとなっています。今年出走する前走1着馬はグローリーベイズ、名勝鉄痕、ユーキャンスマイルの3頭しかいませんので、この中から軸馬を選ぶというのが一番無難かもしれません。でここからは指数、現段階での指数がこちらとなっています。土曜日の結果も踏まえた最終的な指数は土曜日の夜にブログにアップしたいと思います。指数1位はフィエールマンになりました。土曜日の数値を加えてもフィエールマンは3位以内にはなりそうかなといった感じです。で3位以内に入った人気馬は、まあ、かなり今までの、指数上信頼度があるので、現段階ではフィエールマンを軸候補としようかなといった感じです。指数から穴馬はボージュとカフジプリンス。例年の天皇賞なら厳しいんですが、今年のメンバーなら馬券内に食い込むことが、まあ、
不可能ではない可能な感じがします。4歳馬に人気が集中しそうなのでワイドでも配当は良さそうです。指数上位馬に入った人気薄の馬はワイドで抑えておこうかなと思っております。でここからはまとめに入りたいと思います。私の本命は10番のフィエルマンにしたいと思います。例年の天皇賞春ならばキャリアの浅さなどから危険な人気馬になりそうな馬なんですが、今年はとにかくメンバーのレベルが低くなってますので、キャリアの浅いフィエールマンでも大丈夫かなと思います。頭数が少なくなったので展開面でも厳しい流れにはなりそうにないというのもプラスに働きそうです。前走で1年ぶりだったシャケトラに負けてしまった点っていうのがちょっと不安なところなんですが、フィエールマンの方が1キロ重かったことや中山2200という特殊なコースも初めてだったことを考えれば、2着でも十分かなと思います。もしシャケトラが出走していれば一番人気になった可能性が高いだけに、その馬と僅差の戦いなら評価してもいいと思います。で2番手に挙げたいのが5番の名将テッコン。4歳馬の中では一番馬体重が重い馬となります。データでも紹介しましたが、4歳馬はほとんどの馬が天皇賞で初めて58キロを背負うことになります。過去の天皇賞春でも馬格のない4歳馬は馬券に絡むことができないケースが多いです。450キロ以下の馬は5歳以降で天皇賞春で馬券に絡むことが多く、4歳児は馬券内に入れていません。なので500キロを超える馬体重の名将テッコンは58キロでも大丈夫かなと思います。京都 G1 に強いマンハッタンカフェスでもあるし、この時期の京都の馬場は圧倒的に前が有利になりますので、先行できる名将テッコンは狙い目かなと思います。4歳馬はこの2頭を上位に考えます。で穴候補はやはり5歳以上の馬ということで、まずは1番のチェスナットコートと去年の5着馬です。調教ではカフジプリンスに遅れてしまっているんですが、もともと調教は動かないタイプなのでその辺は問題ありません。で調教は動かないタイプだけど1週前調教は自己ベストでした。海外帰りの休み明けを叩いて間違いなく調子は上がっていると思います。去年は4歳馬で挑戦して、今回は経験を積んでの参戦ということだけに期待したいです。で次に挙げたいのが6番のカフジプリンス。もともと菊花賞で3番人気になった素質馬です。その割に出世は遅いんですが、重賞で馬券内3回と徐々に実績を積んで G1 の舞台に戻ってきました。長距離を走り慣れているだけに今回のメンバーでの長距離経験は上位です。調教を見る限り体調は絶好調なので一発あってもおかしくはありません。であとは前年の宝塚記念組のパフォーマープロミス、前年天皇賞春出走馬のクリンちゃんで、阪神大賞典3着のロードバンドールも買います。で基本的にこれらの穴馬は3連複の紐候補にしたいと思います。なので買い目は馬連で10番から1,5,12の3点で、3連複は2等軸流しで10番と5番から相手が1,2,4,6,8,9,12,13の8点で、ワイドが1,6から5と10という買い方、今のところの買い目がこれです。あとは土曜日の傾向を踏まえて指数を出してから最終的な買い目を決めます。指数3位以内に人気馬が入ればそこから買います。人気薄の馬が入った場合はワイドで抑えます。
で指数は土曜日の夜にブログにアップして、土曜日の、動画のコメント欄でお知らせするので、ツイッターとも連携しているので、その辺を参考にしていただければなと思います。また当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減などを見て、勝負の改便をブログの方に上げたいと思っておりますので、そちらの方も参考にしてみてください。平成最後の G1 ということで、天皇賞春絶対的中させたいと思いますので、一緒に頑張りましょう。じゃあ2019年天皇賞春の予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。